この度傷つけてしまった女性の方々およびご家族の方々に深くお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。本日お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。今回の週刊誌に書かれている女性のトラブルは事実でございます。これまで純烈として一生懸命頑張ってきたメンバーの家族、事務所の方々、レコード会社の方々、各関係者の方々、そして僕らと一緒に純烈を支えてくださったファンの皆様に、こんな形で信頼を裏切ってしまった行動をしてしまい大変申し訳ございませんでした。これまでの自分の生き方や考え方、どこかでずるかった自分、甘さが今回の結果を招いてしまったんだと今痛感しております。本日は正直に全て話し、もう二度とこんな過ちを犯さないように償いながら生きていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。すいません、それではよろしくお願いいたします。今あった償いながら生きていくというのは具体的にどういう形になるんでしょうか。僕としまして、とてもその女性の方々には大抵許されるようなことをしてきてないと思いますし、深く免じて償いながら生きていきます。それは純烈としての活動に関して大変皆さん注目されていると思うんですけれど、今後の活動に関してはいかがでしょうか。純烈としての活動をですね、自分としましては今回この件は僕の一件でして、やっぱり純烈としてのスローガンには反する行動をしてしまったんで、僕は純烈を脱退し芸能界から身を引きます。引退ということです。はい、引退します。芸能界も、はい、芸能界の方も引退します。大変重い決断をされたわけですね。重いと言いますか、応援してくださってる、やっぱりこの今回の僕の件でですね、すいません、そんなこと行動する前から、グループやる前から分かってるよって言われたらそこまでなんですけども、昨日も僕もお休みをここ何日かいただきまして、家の方でワイドショーの方も見させていただきました。
本当に情けない行動をしてしまったなと。芸能人である前に人として情けないことをしてしまったなと思いましたので、僕が重いっていうことではなくてですね、やっぱりその分メンバーだったりメンバーの家族もそうですし、純烈を支えてくださっている方々が今回の僕の一件のことでどれだけの迷惑をかけてしまっているっていうことがね、女性の相手方もご家族もそうですし、当たり前のことだと思ってます。この決断というのは、はい、具体的にいつどういう形でお決めになって、メンバーにはどういう形でお伝えされたんでしょうか。週刊誌のですね、取材が、急に来られた次の日、ウェブ上でこの一件が出まして、その際その取材続きされた時にですね、事務所の方と相談しまして、翌日まずリーダーの方に起きたことを伝えました。そして他のメンバー、そしてリーダーもなんですけども、事務所も踏まえてたんですけども、大阪の方でその時仕事がありましたんで、まず一旦仕事をとりあえずすることを、メンバーもそうなんですけど集中しまして、東京に帰って事務所で事細かにこういうことがあって、自分はこういうことをしてしまって、皆さんに迷惑かかると思いますと説明しました。それは水曜日のことですか。そうですね、1月の9日の日です。純烈として紅白が決まって、はい、国民の注目を集めて、はい、紅白も大成功して、はい、新しいステージに立つという中で、ご自身も活動しながら、いつかこのことが世に出るんではないかっていう、こういう危機感みたいなものってのはお持ちだったんでしょうか。はい、正直11年間純烈デビュー当時からですね、一生懸命いろんなことがありながら、苦労もありながら、目標に立てたことは嬉しかった反面、どこかでこれが自分の中で表に出ることをヒヤヒヤしながら正直立っておりました。改めてしますけれども、あの記事の内容は全て事実ということでいいんですか。はい、全て事実でございます。かなり過激な内容ですけれども、英子さんに DV をしたっていうのも本当なんですか。はい、手を挙げてしまったことは間違いありません。それはかなりの回数。正直本当に申し訳ないんですけれども、過去のことなので、その何回手を挙げたかということは分からないんですけども、手を挙げてしまって試みとも傷つけてしまったことは間違いません。なぜ女性に手を挙げるんですか。自分が弱いんだと思います。それは喧嘩の延長でとかで手を挙げてしまった。もちろん口論したり喧嘩の延長でなんですけども、やっぱりもともとその怒りっぽい性格なんですけど、そこに抑える自分の強さがなかったんだと思います。契約書の内容も出てましたけども、あれも本当の契約書ということで、はい、間違いありません。女性に手を挙げるというのは、その英子さん一人だけだったんでしょうか、これまでの中で。過去にも手を挙げて傷つけた方はいらっしゃると思います、自分の中で癖みたいなものになっていたってことでしょうか。癖といいますか、自分の
もう一人の自分が自分を抑えつけれる強い自分がいなかったんだと思います。10代の頃から芸能界に入られて芸能人としてやってこられたわけじゃないですか、はい、その中でもう DV をやられたりとかされてたってことですよね。10代の頃ですか。いや、芸能界、芸能人になってからも。そうですね、はい、そういう意識というのはなかったんでしょうか。自分の中でやっぱりそれが甘くずるかったんだと思います、はい、意識にしてもそうですし、それが仕事に対する姿勢と取られてしまったらそこまででなんですけども、まずその以前の前に自分が本当に弱かったんだと思います。最初に文書屋さんからこう直撃された時に、はい、指定されてましたよね、はい、あれはどうして指定されたんですか。本当に突然のことだったので、自分としましても本当パニックな状態になってしまいまして、嘘をついてしまったのは事実なんですよ。で、ワイドショーでもですね、昨日見ながら本当情けないなと思って、自分の有利な言い方、あとはごまかすような生き方、それはもう本当に金輪際僕はもうしたくないので、はい、それで今日は話させていただきたいと思います。ピーコさんに対しても、まあ、お金の面かなり高額、3000万と出てますけども、はい、それも本当ですか。それも、はい、事実です。3000万という金額も事実なんですね。かなりの金額ですけど、細かな、本当に具体的な細かなことっていう数字はちょっとわからないんですけれども、そういう、まあ、ビーコさんが望んでいるお金の使い方ではなかったんだと思います。競馬にその半分以上を費やしたという記事がありますけれど、はいはい、競馬にもやっぱりお金を使っていた。はい、それも事実です、うん、どうしてそこまで行ってしまったんですか。僕の中でそのB子さんのお金を借りている中で使っていく中で、早く返さないと、早く返さないとという思いが、かける額が増えていき、ギャンブルに麻痺を起こしていたんだと思います。記事でお母様もちょっと謝られてましたけども、そうですね、お母様に対する思いというのは、今回の件はですね、母親にも話しましたし、実家の方にもいろんな報道の方が行かれてて、母親もまだ今働いてるんですね。多分このアホな息子で、やっぱりどんな思いで母親にも会社に行かしてんのかなとかね、本当にあんたここで頭打たないと、本当にやり直さないと終わるよと母親に言われました。お母様もでも紅白見てくれたわけですよね。そうですね、決まってからも喜んでくれたと思うんですけれど、ご親族も皆さんも、うん、いけない息子ですよ。友井さん、すみません、ファンの方に直接謝る機会ってないんですか。その場ということですか。友井さんがファンの前に出てこうお話になるっていうか、謝る機会ってないんですか今後。その場を申し、その場を設けていただけるなら僕はしたいとは思っております。まだそういうのは決まってない。まだ具体的には決まっておりません。とりあえずまず僕としましては、本日そのこの、件がネット上、週刊誌に出てですね、まあ、何日か経ってるじゃないですか。すぐに本当はこう皆さんの前で謝罪して記者会見を行いたかったんですけども、
気持ちの整理もちゃんときちんと伝えできてなかったのと、事務所の方にもちゃんと報告できてなかったので、こう細かなことを内容を説明できてなかったので、まあ、こういったちょっと時間がかかってしまったんですけど、おっしゃってるように、もちろんそのこういう形でね、皆さんの前にはまだ、ファンの皆さんの前にはまだ僕も出てないので、このことがあってからもちろん謝罪するべきだと、謝罪したいと僕は思ってますけれども、その場はいつっていうこととかっていうことはまだその全く何も決まってないので、僕としてはそういう気持ちはいっぱいあります。純烈として活動できた一番の思い出を教えてください。やはりやっぱり紅白、去年念願の紅白に立てたこととですね、あとは歌える場所が本当にデビュー当時全くなくて、キャバレーで回らせていただいてた時の思い出だったり、数え切れないぐらい楽しかったことももちろんいっぱい記憶があるんですけれども、辛かった時の方が濃く自分の中では残っております、はい、すいません皆さん、ありがとうございました。本当に申し訳ございませんでした。ありがとうございます。すいません、これをもちまして、純烈ともいゆうすけ、謝罪会見を終了させていただきます。どうもありがとうございました。